今テロップつけてます。ちょっとお待ちください。こんばんは。こんばんは。こんにちは。こんばんは。こんばんは。さっちです。今日はリアルお話し会 in 福山でした。カメポセックさん、ありがとうございます。サイサイさん、ありがとうございます。今日はお話し会でした。こんばんは。こんばんは。今日はお話し会で来てくださった方、ありがとうございました。ありがとうございました。本当に。初めてのお話し会でしたね。半袖はね、ちょっとだけ寒かったです。今日は初めてお話ができて嬉しかった。ありがとうございます。こちらこそ楽しかったです。すごいなんか楽しかったです。そう、初めてで楽しかった。今日は楽しめて、もめちゃくちゃ楽しめました。そう、たくさんの方とお話ができてすごく嬉しかった。息をするお披露目公演を褒めてくださって、たくさんの方が、嬉しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。さっちー、やっほー。そう、福山、今日は福山の福山でお話し会があって、明日もお話し会じゃなくて STU 祭があるので、でお話し会もあるので、来てくださる方は明日もよろしくお願いします。あ、明日が楽しみやーって待ってます。明日も福山で待ってます。こんばんは。お話し会で、あ、来てくださったんですか。ありがとうございます。楽しかったです。明日は抽選、そうですね、抽選まだあんまりよく分かってないんですけど、あの、そうです、先輩方と一緒にさせていただきます。明日は、そう、さっちやっほーやっほー。あ、明日、そうですね、明日は無料の YouTube で配信があるので、来てくださる方はもちろん、ちょっと来れないよって方も配信見てくださると嬉しい。ありがとうございます。そう、初生サッチーですね、今日は。そう、明日はどんな感じなんだろう。3期が発表されて券が販売されるんですか。そう、明日はライブもあって、そうです、ライブもあるので、うん、ありがとうございます。さきちゃんが4人見つかった、見つけてください。ぜひ、ここだよ。ちょっと今日はになっちゃって、45までにしようと思います。そう、今日はね、白コーデで、今日はね、白のワンピースです。ふわふわのお気に入りです。なんか草原を駆け回ってるような女の子みたいなコーデです、今日は。そう、ワンピ、白のね、1枚のワンピースです。あ、初さっきのね、サッチーパフォー楽しみですって。初めてですか。ありがとうございます。頑張るのでね、ぜひ見てくださると嬉しいです。めっちゃ可愛かったって、ありがとうございます。こちらこそです。ありがとうございます。そう、しみさらさんが高2、もう高3か、17歳の4人の、ね、フォーショットを上げてくださってるので、ぜひ見てくださると嬉しいです。そう、アルプスの少女みたいな、そう、緑がね、似合いそうなワンピースだったんです。見えないね、あんまり。ごめんなさいね、あんまり見えないけど、こういう半袖で、そう、
呼び込みの声大きかった。そう、呼び込みの CD の呼び込みをしたんですけど、ここは頑張るぞということで大きな声で頑張りました聞こえましたか、私の声。皆さん待ってますよとか言ってました。ありがとうございますって。そう、聞こえましたか。事前にカウントレーンによって売り切れもあると思う。あ、やっぱそう、あ、そうなんですか。なるほど、ありがとうございます、教えてくださって。そう、さすが元応援だ。そう、ナオミョンにもサッチ声枯れないのって言われて、そう、お腹から出してるからそう、あ、聞こえたので買いましたって、ありがとうございます。頑張った甲斐がありました。ありがとうございます。こんばんは、今日は会えてよかったです。こちらこそ来てくださってありがとうございました。お話し会 in 福山、ありがとうございました。大声といえばサッチっての言うから、あ定着してきてるそう、大声で頑張ってました。そう、腹式呼吸でね、お腹から出すのがポイントです喉から出しちゃうと喉がね痛くなっちゃうので、お腹から出してました。なんか私はお腹から出してなんか口角を上げて言ったらすごい好きな声が出る。こんばんは、お話できてよかったです。あ、来てくださってありがとうございます。そう、呼び込みしてたんです。今日実は10分ぐらいかな、そう、 CD の販売の後ろでしてました。そう、ありがとうございます。サッチ今日もか、素敵な顔してますってありがとうございます。サッチありがとうございます。仲間に聞いてもサッチめっちゃ本当ですか、ありがとうございますありがとうございます。頑張るので頑張りますサッチーです。福山駅まで聞こえてましためちゃくちゃね大きな声で。今日の服は自分セレクトです。そうです、白のワンピースで、そう、白が好きなので、ワンピースも好きなので、そう、これにしました。ですね、ワンピースが多くなりそうサッチーの歌声聞いて私も歌練習したくなりました。ありがとうございますカラオケとかもいいですよね。サッチーって、サッチーです、こんばんは、こんばんは。白色似合ってるねって、本当ですか、それは嬉しい。白のね、いいですよねありがとうございます。透明感半端なかったよって、本当ですか、お話し会来てくださってありがとうございます。あ、確かにタンポポの綿も白で、確かに確かに、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、サッチプレゼントもらえるのでワンピースたくさんプレゼント本当ですかワンピースありがとうございます、待ってますサッチかわいいって声たくさん来ました。本当ですか、ありがとうございます、キュンそう、サッチって名前何回でも、嬉しい、サッチって名前気に入ってるので。ペンライトなんですけど、まだ正式には決まってなくて、悩み中なんですけど、白と黄色が好きです白と黄色が好きです。でも決定じゃなくて、まだ足のものだよ。さっち今日もプリチプリチありがとうございます。
私もサッチーとの話かい、ワンピース着ようかな。あ、ワンピースおそろにいいですねありがとうございます。あ、白似合いますか？私嬉しいです、白好きなので。私も、あ、そうそうそう、黄色、そう、ひまわりの色なので好きです。黄色はいつかひまわり畑、これで行きたいな。白のワンピでひまわり畑に麦わら帽子とかかぶって行きたい。じゃあ明日それ振りました。あ、嬉しい。そう、お披露目の時はまだしっかり言ってなくて、好きな色を。そうだから初めて見るかな明日。ありがとうございます。めっちゃ白似合うって。本当ですか？ありがとうございます。え、嬉しい。白と黄色のペンライトありがとうございます。あ、サッチ今日ありがとうって。こちらこそありがとうございます。お話し会 in 福山ありがとうございました。花の海のね、本当にそう、ひまわり畑で撮影とかしてきたらいいなって思ってます何を祈ってるのねこれ確かに。はじめまして、はじめまして。あ、明日行きます。サッチサッチ待ってます。お話し会とライミニライブありがとうございます。そう、名前にもさきの木は、さきの木葵は、うんひまわりのね、あれなので、それもあって好きですね、ひまわりは。ありがとうございます。あ、さっちの可愛い顔に癒されてて、あー、よかったです。ありがとうございます。45分には終わるので壇上を読まさせていただきたいと思います。それでは13位小雪さん、ありがとうございます。12位池ちゃんさん、ありがとうございます。11位キッチンさん、ありがとうございます。10位リンゴさん、ありがとうございます、絵文字の。9位フリーダムさん、ありがとうございます。8位大津アットンさん、ありがとうございます。7位エゾエムバラマゾスケさん、ありがとうございます。6位東さん、ありがとうございます。ん、あ、変化した、すいません、もう一回やります。ちょっと早めに、ありがとうございます。11位大津アットンさん、ありがとうございます。10位桃丸くんさん、ありがとうございます。9位小雪さん、ありがとうございます。8位ムバラマゾスケさん、ありがとうございます。7位森健銀河さん、ありがとうございます。6位リンゴの MC さん、ありがとうございます。5位あっちゃさん、ありがとうございます。4位はじりこさん、ありがとうございます。3位東さん、ありがとうございます。2位くまのパパさん、ありがとうございます。1位カメアットパセックさん、ありがとうございます。はい、今日もちょっと、今日はね、本当に15分ですごい短い配信だったんですけど、皆さん見に来てくださってありがとうございました。ありがとうございます。明日も行くねって待ってます。ありがとうございます。明日は、福山でSTU 祭があってお話し会もあるので、皆さんぜひ見に来てくださったら嬉しいです。とちょっと忘れちゃった、あ、そうそう、 STU 祭のミニライブは YouTube で無料配信もあるので、そちらもチェックしていただけると嬉しいです。それでは皆さん、あ、ちょうど45分だ。今日もお疲れ様でした。ありがとうございました。